はい、こんにちは。2017年2月2日でございます。絶賛ね、これインフルエンザ発症しております。インフルエンザ罹患でございます。このカロナールっていうやつかな、これがなんか結構効いて、熱がね38ぐらいは下がる3日目ぐらいなんかな、今日で少し良くなってはきてるような気がしますけど、まあお風呂がねもう数日入っていないんで、いつも入ってないんだけど、まあボソボソですけど、今日2日なんです。何かってもうこの2月2日のもうお昼なんですけどね、これ簡単に言うと今日ファイアーエンブレムの日なんですよ。ファイアーエンブレム無双、違う、ファイアーエンブレムヒーローズ、配信日なんですね。で、私なんで iPhone ないんだと思ったらここにあるんで、あれのやつなんでね、これでずっとね待ってんの。で全然配信がされないから、なんかファイアーエンブレムの公式サイトとか見てたら興奮しちゃってビデオ撮ってるわけ。本当はね、これ UFES 帰ってきて調子悪くなってんだよ。だから UFES 終わって帰ってきたらすぐファイアーエンブレムのものを撮ろうと思った。本当はもっと先にね撮りたかったんだけど、伸び伸びになっちゃってて、バイオとかバイオハザードとかあったし、まあちょっと伸びてて撮ろうと思った時に、まあ、こうなっちゃってあれなんで、もう先もうこれもう手に入ったらその後やった後の感想になっちゃうんで、やる前の感想撮れないんで、今だけなんで、もうこれ今喋りますけど、今回ファイアーエンブレム無双じゃなくてヒーローですね。まあ、ファイアーエンブレム私あれなんですよ、任天堂の IP の中でも特に好きな IP なんですね。で、まあ Wii のファイアーエンブレムはちょっと残念だったかなと思う。まあいいや、個別の感想はいいや、とりあえずやめよう。今回エンブレムは、ファイアーエンブレムヒーローズは 6×8というのが、まあ第一点の懸念になると思うわけ。この1画面スクロールないんですよ。だから1画面の 8×6 が1個の懸念になると思うんだけど、これはね私全然気にしないですよ。言ってみれば私将棋やるんですね、将棋プレイヤーなんで。将棋 9×9 ですよね。で 9×9 に横一列9個駒を置くわけね。飛車角じゃなくて香車から入ってね、桂馬入って、金銀入って玉ですよ、玉ね、入るわけですよ。で今回ファイアーエンブレムは 8×6 のマス目に 4体ユニット置く、4人置くみたいですね。だからもう限りなくこれ詰将棋なんですね。詰将棋はもう本当にこれをねやると将棋が上手くなると、将棋を指す能力がねいいということで、詰将棋小学生のところで大量に読みましたけどね、まあ、詰将棋になるんでいいかなと思うんだけど、まあ任天堂のそのスマホに対する能力の今のところの低さ、そのマリオは面白かったのよ。マリオダメだ、頭が回んねえな。マリオスイッチ、マリオメーカー、マリオランはすげえよくできてたんだけど、結構批評されてるでしょ。売り方の問題が良くなかったっていうところで、ただあれ以外の売り方の問題ができなかったと思うんだけど、そこも一本問題なわけですよ。でミートもあれだったでしょ。だから任天堂のそのスマホの開発力がちょっと懸念される。だからそれは DNAと組んでやってるから、 DNA がどれだけ頑張ってくれるかっていうところにかかってると思うんだけど、ファイアーエンブレムとりあえずスマホにめちゃめちゃ向いてないと思う、私はね。今現在のスマホね、これが4年前5年前のスマホだったら超向いてたんだよ。私その頃一番やってたのタワーディフェンスね、ジオディフェンスとかっていうタイトル調べてもらえば超有名タイトルすっげえやった、まあ、そのたくさんあったんだよ。私の中で iPhone が本当に素晴らしいゲーム機だとは思ったのは、タワーディフェンスファンとしてはタワーディフェンスのゲームが大量にあったっていうことね。それがまあよかったんだけど、今受けないじゃん。ゾンビ VS プラントだっけ、横スクロールのあれなんかもファイアーエンブレムで似てるしさ、すごくいいんだけど、
時代が過ぎてしまって今のユーザーにマッチングしていない。だからあの時の任天堂が出せればよかったんだけど、あの時はもう任天堂スマホ大否定だったでしょ。岩田さんもそうだし、あの良くない課金みたいな言葉を生み出した時期ですしね。ただもう時代はそこから変わってスマホに乗り込んでくるわけだけど、まあ、ちょっとそれが遅すぎるという感じはありますよね。でファイアエンブレム何が問題かっていうと、やはり詰将棋、それは面白いと思うんだけど、スマホでそのクリア型じゃないと思うんですね。今回ネットワークゲームだと思うんで、ガチャガチャでキャラ出してっていう、マリオみたくきちっとクリア型っていう形ではなく、インターネットゲームリネージュとかと同じで永遠に続く、プレイされて永遠と続かせるあのネットゲーだと思うんだよ。ってすると今流行ってるのはやっぱり育成要素が強いもの、だからもうオートバトルでバンバン飛ばして1日少しの時間でやっていくとかっていう育成をしつつ、何かの降臨とかが来た時にバシッと大量に時間を割くっていうね、そういうスタンスが多いと思うんで、ファイアエンブレムそれをオートバトルにしちゃうとどうなのかなっていうところがあって、私オートバトルを入れるのか入れないのかっていう、それ気になってたんですよ。それ一番最初にヒーローズが発表された時に一番気になった点ね。エンブレムはやっぱり詰将棋だから向かないだろうとオートバトルに、だけど入れるのか、ね、入れないのかって気になって、あの後日発表でオートバトルが入ってると、やっぱそれは任天堂の知恵じゃないと思うんで、 DNA の入れ知恵だ、入れ知恵っていうとあれかもしれないけど知恵だと思うのね。それは正しい、 DNA がやっぱ組んでやってるんだなっていう一個の表れ、やっぱオートバトルだと思うんだよ。だからそこをどうしてくるか、だから向いてないとは思うんだけれども、キャラがいっぱいいる、歴史があるっていうところでは向いてると思う。で任天堂ファンっていう、まあ狂信者的な、その Wii も買って Wii U も買って Switch も買ってくれるみたいな、そういうファンはまあいるんだけど、多くの私も含めこの年齢層、ファミコンで育ってきた年齢層っていうのはもうスマホに移っちゃってると。だからポケモン GO や、マリオランはあれだけど、まあ、ポケモン GO が街見渡すと割と年いったこの年代のね人たちがポケモンを集めてるみたいな、その人らに対する、その求心力っていうか、そういうのあると思うんだけど、果たしてその人たちが課金してくれるかっていうところとか、いろいろね今回見えてくるものがあると思います。でまあマリオの時に、若い子たちに叩かれたであろう、多分若い子たちだと思うね。でまあそのスマホユーザー、あのコンシューマーをやらない人に叩かれた、その無料で遊べないっていう点もファイアエンブレム一応クリアになってるんで、そこもどう評価されるか、いよいよだから言い訳ができなくなる。マリオランの時に課金がどうこうとか、あの売り方がどうこうっていう、マーケティングがどうこうっていう、ゲーム本来の話じゃなくねっていうところで言い訳をできた部分はあるんだけど、ファイアエンブレムを出すことによっていよいよ任天堂は言い訳ができないところに入ってくる。あのなんだっけ、ダメだな、頭回んねえな、パズドラか、パズドラとかモンストとファイアエンブレムがどっちが面白いんだっていよいよガチンコ勝負になる。これはただ後にねどんどん出てくる動物の森とかね、その辺に続く、だって任天堂は元に 2,3 本年に出すっつってんだからさ、それを実行できてないってだけね、あの DNA と組んでねやるっつってんだ。じゃあそのどん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 言い訳はできなくなってくるところで、任天堂のいわゆる幻想というか、その夢の国みたいなのがメッキが剥がれる可能性はある。任天堂のゲームなら何でも面白い、任天堂なら盲信的に神ゲー、任天堂なら目をつぶってでも面白いって言ってくれる人たちをもうどうにもできなくなってくるところが出てくるかもしれないということですね。まあだからファイアエンブレムは一つのターニングポイントになるかなと思います。これが成功すればかなりいけるし、失敗するといよいよ後がなくなる。まあポケモンに関してはポケモンコマスターっていうやつで失敗してるわけです。失敗、ポケモン IP を使ってあれだったらやっぱ失敗になるのかなと
思いますけど、やはりそういうのを含め見物かなと、一つ見物ですね。ファイアエムレム大好きなんで、特に私横井軍平さんね、ファンなんで、横井軍平さん残した IP の一つなんで、ファイアエムレムはとにかく好きなんで頑張ってほしいところですが、私のこれね、こんだけ配信楽しみにしてて、2月2日こうさ、もう死にかけてんのにファイアエムレムのために今日一日で、ね、ぶたわれてるのにスマホチェックしてるわけですよ。それでも私が言うのもなんだけど、ちょっと厳しいとは思ってる。ちょっと厳しいとは思ってる。やはり詰め将棋の今のゲームのゲーム性の流行りとマッチングしない。で、例えば今 JRPG が苦戦してる世の中で FPS とか流行ってるわけよ。ネットワーク対戦ゲームとか流行ってるわけよ。ね、そういうのまあ流行とかいっぱいあるんで、ファイアエムレムは厳しいとは思います。私はちょっとうまくいかないんじゃないかなという、ちょっと悲観的に見ているんですけど、まあそれは蓋を開けてみないと何とも言えない。今までのファイアエムレム像といわゆるスマホモンストパズル白猫とかっていうところとマッチングするのかなっていうと、やはり難しい気がするっていうだけね。だけどその 8×6 とかパッと見のファイアエンブレムの仕様としては何も問題はない。だけどファイアエンブレムはここで受け入れられるかというのは難しいって言ってあげない。ごめんね、なんかまとまりないからやめます。もうこの辺でやめますけど、まあ、とりあえずファイアエンブレム遊んだ後にいろいろ判断ができるところでございますので、今の段階で言えることはもっとね、喋りたいこと大量にあるんですけど、ちょっと頭回んないんでこの辺にしておきますと。とりあえず私のようにシータが出るまでガチャガチャしようとか思ってる層がどのくらいいるのかっていうのも疑問なとこですけどね。まあとりあえずファイアエムレムみんなもう時期だと思うんで、もうすぐなのかな、わかんないけどね。あとアップルさんのさじ加減だと思うんで、まあアンドロイドはもう出てたりすると嫌だけど、ちょっとアンドロイドもチェックしそうなのか、はい、やめましょう。皆さんインフルエンザ気をつけてください。インフルエンザ気をつけてください。やばいですから、やばいですから、本当にやばいですよ。ほら、気をつけてください。気をつけようがないんだけどね、あんまりね。最後まで見ていただいてありがとうございます。ファイアエンブレムみんなで楽しみましょう。